こんにちは。今日の講義は書籍、疲労回復の専門医が選ぶ健康本ベストセラー100冊、すごい回復を1冊にまとめた本です。皆さんお元気でしょうか。今日は私たちの日常生活に密接に関わる重要なテーマ、疲労回復について深く掘り下げていきたいと思います。現代社会において疲労は避けて通れない問題です。仕事や学業、家事や育児など日々の生活の中で蓄積される疲れは私たちの心身に大きな影響を与えています。この本は疲労回復のスペシャリストとして知られる医師梶本修美先生が執筆されたものです。梶本先生は長年にわたり疲労回復の研究に携わってこられた方で、その豊富な経験と知識をもとに100冊もの健康本のエッセンスを1冊にまとめ上げました。これは単なる健康本の寄せ集めではありません。梶本先生が自信を持って推奨できる健康法、食事法、睡眠術などを厳選し、読者の皆さんにとって最も効果的な情報を凝縮しているのです。本書の構成は5つの章からなっています。まず第1章では、すごい回復の基本となるキーワードについて解説しています。ここでは疲労回復の本質的な部分を理解するための重要な概念が紹介されています。例えば疲労の種類や原因、回復のメカニズムなどが詳しく説明されているでしょう。これらの基本的な知識を抑えることで、後の章での具体的な方法論をより深く理解することができます。第2章では食べ方に関するスゴ技が紹介されています。私たちの体は日々の食事によって作られています。そのため適切な食事は疲労回復において非常に重要な役割を果たします。この章では単に何を食べるかだけでなく、どのように食べるかという点にも焦点が当てられているのが特徴です。例えば食事のタイミングや食べる順序、咀嚼の重要性など、私たちが普段あまり意識していない部分にも光を当てているのではないでしょうか。第3章は間食、お酒に関するスゴ技を扱っています。多くの人が悩む間食の問題や適度な飲酒が体に与える影響などが解説されているでしょう。間食は単に空腹を満たすだけでなく、適切に選べば疲労回復にも役立つ可能性があります。またお酒については、適量であれば気分転換やストレス解消に効果があるものの、過度な飲酒は逆に疲労を蓄積させてしまいます。この章ではそのバランスの取り方や疲労回復に効果的な間食、飲酒の方法が紹介されているはずです。第4章では疲れない睡眠、お風呂について解説しています。睡眠は疲労回復の用と言っても過言ではありません。質の高い睡眠をとることで日中の疲れを効果的に回復させることができます。この章では良質な睡眠を得るためのテクニックや睡眠環境の整え方などが詳しく説明されているでしょう。またお風呂についても触れられています。適切な入浴は身体の疲れを取るだけでなく、心の疲れも癒す効果があります。温度や時間、入浴の仕方など疲労回復に最適な入浴法が紹介されているはずです。最後の第5章は運動、ダイエットに関する誤解や勘違いについて解説しています。運動は健康維持や疲労回復に欠かせないものですが、やり方を間違えると逆効果になってしまうこともあります。特にダイエット目的で無理な運動や食事制限を行うと、かえって体に負担をかけ疲労を蓄積させてしまう可能性があります。この章では効果的な運動法や健康的なダイエットの方法が紹介されているでしょう。この本の特徴は短期的な疲労回復法と長期的な回復法の両方を扱っている点です。つまり今すぐに疲れを取りたい時の対処法から、日々の生活習慣を改善して慢性的な疲労を解消する方法まで、幅広い内容が網羅されています。例えば短期的な疲労回復法としては、軽い運動や適切な休息の取り方、リラックス法などが紹介されているでしょう。これらは仕事や勉強の合間に実践できる簡単なテクニックで、すぐに効果を実感できるものが多いはずです。一方長期的な回復法としては、日々の生活習慣の改善や重要な臓器の機能を若く保つ方法などが解説されているでしょう。これらは即効性はないものの、継続して実践することで慢性的な疲労を解消し、
より健康的な生活を送ることができるようになります。本書で特に注目すべき点は脳の疲れに関する解説です。私たちは身体の疲れには比較的敏感ですが、脳の疲れは気づきにくいものです。しかし脳の疲れは蓄積しやすく、放置すると深刻な問題を引き起こす可能性があります。本書では脳の疲れを認識する方法や効果的な回復法が詳しく説明されているはずです。また朝の日光浴とリズム運動の重要性も強調されているでしょう。これらはセロトニンという幸せホルモンの分泌を促進し、心身のリフレッシュに大きな効果があります。朝の光を浴びることで体内時計が整い、1日を通してより活力的に過ごせるようになります。さらに食事に関する興味深い指摘もあります。例えば朝一番の白湯が体に良いという点です。寝ている間に失われた水分を補給し、胃腸の働きを活性化させる効果があるのです。また食べ過ぎが体を疲れさせるという指摘も重要です。適量の食事を心がけることで消化器官への負担を減らし、より効率的に栄養を吸収できるようになります。本書では腎機能の重要性についても触れられているはずです。腎臓は体内の老廃物を排出する重要な臓器ですが、その機能が低下すると体内の解毒作用が弱まり、腸内環境にも悪影響を与えます。腎機能を維持するための方法や腎臓に優しい生活習慣についても詳しく解説されているでしょう。自律神経の調整も疲労回復において重要なポイントです。自律神経は私たちの体の様々な機能を無意識のうちにコントロールしています。この自律神経のバランスが崩れると疲れやすくなったり、ストレスに弱くなったりします。本書では自律神経を整えるための具体的な方法として、適切な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動の重要性が強調されているはずです。また冷えが免疫力低下の原因となることも指摘されています。特に筋肉不足が冷えの最大の要因であるという点は注目に値します。適度な運動や筋トレを行うことで体温調節機能を高め、冷えを改善することができます。これは単に快適さを増すだけでなく、免疫力の向上にもつながり、疲労回復にも大きな効果があるのです。本書の魅力はこれらの情報を単に羅列するのではなく、日常生活に即した形で提供している点です。例えば忙しい朝でも実践できる簡単な運動法や、オフィスでできるリラックス法など、読者の生活スタイルに合わせた具体的なアドバイスが満載されているはずです。また本書は単なる健康指南書ではありません。疲労回復を通じてより充実した人生を送るためのヒントも随所に散りばめられています。例えば適切な休息の取り方は、単に疲れを取るだけでなく創造性を高めたり、人間関係を改善したりする効果もあります。本書を読むことで読者は単に健康になるだけでなく、より豊かな人生を送るためのヒントを得ることができるでしょう。さらに本書の特徴として、科学的な裏付けがしっかりとなされている点も挙げられます。梶本先生は長年にわたり疲労回復の研究に携わってこられた方ですので、本書で紹介されている方法は単なる経験則や伝聞ではなく、科学的な根拠に基づいたものばかりです。これにより読者は安心して本書の内容を実践することができます。また本書は単にこうすべきという指示を与えるだけでなく、なぜそうすべきなのかという理由も丁寧に説明しています。これにより読者は単に方法を覚えるだけでなく、疲労回復のメカニズムを理解することができます。この理解があれば、本書で紹介されている方法以外の場面でも自分で適切な判断を下すことができるようになるでしょう。本書のもう一つの特徴は個人差を考慮している点です。疲労の原因や回復の仕方は人によって大きく異なります。本書では年齢や性別、生活スタイルなどに応じた疲労回復法が紹介されているはずです。これにより読者一人一人が自分に最適な方法を見つけ出すことができます。また本書は単に疲労回復の方法を紹介するだけでなく、疲労そのものを予防する方法についても詳しく解説しています。日々の生活の中でどのようにすれば疲れにくい体質を作ることができるのか、どのような習慣が疲労を蓄積させやすいのかなど、
予防医学の観点からも多くの示唆に富む内容となっているでしょう。さらに本書では精神的な疲労についても深く掘り下げています。現代社会においては身体的な疲労以上に精神的な疲労が問題となることが多いです。ストレスや不安、焦りなどによる精神的な疲れは身体の疲れ以上に回復が難しく、放置すると深刻な健康問題につながる可能性があります。本書ではこのような精神的な疲労を回復するための具体的な方法が紹介されているはずです。例えばマインドフルネスやメディテーションなどのリラックス法、ストレス解消法などが詳しく解説されているでしょう。本書のもう一つの特徴は季節ごとの疲労回復法にも触れている点です。私たちの体調は季節によって大きく変化します。夏の暑さによる疲れ、冬の寒さによる体の硬さなど季節特有の問題に対処する方法が紹介されているはずです。これにより読者は1年を通じて効果的に疲労回復を行うことができるようになります。また本書では疲労回復と密接に関連する睡眠の質の向上についても詳しく解説されているでしょう。質の高い睡眠は疲労回復のようですが、現代社会においては多くの人が睡眠の問題を抱えています。本書では快適な睡眠環境の作り方、寝つきを良くするためのテクニック、睡眠の質を高めるための食事法など睡眠に関する総合的なアドバイスが提供されているはずです。さらに本書では疲労回復と運動の関係についても深く掘り下げています。適度な運動は疲労回復に効果的ですが、やりすぎると逆効果になってしまいます。本書では疲労回復に最適な運動の種類や強度、タイミングなどが詳しく解説されているでしょう。またデスクワークが多い人向けの簡単なストレッチや、忙しい人でも実践できる効果的な運動法なども紹介されているはずです。本書の魅力の一つは読者の生活スタイルに合わせた実践的なアドバイスが満載されている点です。例えば忙しいビジネスパーソン向けの短時間で効果的な疲労回復法や、子育て中の親向けの家事の合間にできるリフレッシュ方法など、さまざまな生活シーンに対応した具体的なアドバイスが提供されているでしょう。これにより読者は自分の生活に無理なく疲労回復の習慣を取り入れることができます。本書では疲労回復と密接に関連する栄養学的な観点からのアプローチも重視されています。単にバランスの良い食事を心がけるといった一般的なアドバイスだけでなく、疲労回復に効果的な具体的な食材や調理法、さらには食事のタイミングまで詳細に解説されているはずです。例えば疲労回復に効果的なビタミンやミネラル、抗酸化物質を多く含む食材のリストや、それらを効果的に摂取するためのレシピなども紹介されているでしょう。また本書では現代社会特有の問題であるデジタル疲労についても触れられているはずです。スマートフォンやパソコンの長時間使用による目の疲れや肩こり、さらにはソーシャルメディアの過度な利用によるメンタルの疲れなど、デジタル機器の普及に伴って増加している新しいタイプの疲労に対する対処法も詳しく解説されているでしょう。本書の特筆すべき点として、読者の年齢や性別に応じた疲労回復法にも焦点が当てられている点が挙げられます。若い世代向けの活力を維持するための方法から、中高年向けの無理のない疲労回復法まで、幅広い年齢層に対応した情報が提供されているはずです。また女性特有の月経周期に伴う体調の変化や更年期の症状に対する疲労回復法なども詳しく解説されているでしょう。さらに本書では環境要因が疲労に与える影響についても触れられているはずです。例えば室内の温度や湿度、照明の明るさ、騒音レベルなどが疲労に与える影響や、それらを最適化するための方法が紹介されているでしょう。また自然環境が疲労回復に与える効果についても言及されているはずです。森林浴やガーデニングなど自然と触れ合うことで得られる心身のリフレッシュ効果についても詳しく解説されているでしょう。本書の魅力はこれらの多岐にわたる情報を読者が実践しやすいように体系的にまとめている点です。単に情報を羅列するのではなく、読者が自分の生活に合わせて必要な情報を選び取り実践できるように構成されているはずです。例えば1日、1週間、1ヶ月といったタイムスパンごとの実践プランや、
生活スタイル別のおすすめプログラムなども提供されているでしょう。また本書では疲労回復と密接に関連するストレス管理についても詳しく解説されているはずです。ストレスは疲労の大きな要因の一つですが、適切に管理することで疲労の蓄積を防ぐことができます。本書ではストレスの仕組みやストレスに強い心身を作るための方法、さらにはストレスを前向きなエネルギーに変える方法なども紹介されているでしょう。本書の特徴として読者の疑問に答える形式の Q&A セクションが設けられている可能性もあります。ここでは読者からよく寄せられる質問に対して著者が丁寧に回答しているはずです。これにより読者は自分の疑問や悩みに対する具体的な解決策を見つけることができるでしょう。最後に、本書は単に疲労回復の方法を教えるだけでなく、読者になぜ疲労回復が重要なのかという根本的な問いかけを行っているはずです。疲労を適切に管理することで単に体調が良くなるだけでなく、仕事の生産性が上がり、人間関係が改善され、人生の質素のものが向上することを科学的な根拠とともに説明しているでしょう。このように本書は疲労回復に関する総合的な指南書として、読者に多くの価値ある情報と実践的なアドバイスを提供しています。日々の生活に追われる現代人にとって、この本は健康で充実した人生を送るための重要なガイドとなることでしょう。疲労回復の重要性を理解し、それを実践することで、読者の皆さんがより活力に満ちた日々を過ごせることを願っています。さて、ここまで、疲労回復の専門医が選ぶ健康本ベストセラー100冊、すごい回復を1冊にまとめた本についてお話しました。ここからはこの本の内容をさらに掘り下げ、現代社会における疲労の問題とその解決策について考えていきましょう。現代社会において疲労は単なる身体的な問題ではなく、精神的、社会的な側面も含む複雑な現象となっています。例えば情報過多による認知的疲労や人間関係のストレスによる感情的疲労など、従来の疲労の概念では捉えきれない問題が増えています。この点について本書では興味深い視点を提供しています。例えばデジタルデトックスの重要性について言及されています。スマートフォンやパソコンの過度な使用が目の疲れだけでなく脳の疲労にも大きな影響を与えているという指摘です。これは神経科学の分野で注目されている注意力の経済学という概念と関連しています。注意力の経済学とは、私たちの注意力を有限の資源として捉え、その効率的な配分を考える学問です。現代社会ではソーシャルメディアやニュースアプリなど常に新しい情報が押し寄せてきます。これらの情報に常に反応し続けることで、私たちの注意力は分散し疲弊してしまうのです。本書ではこの問題に対処するための具体的な方法として、定期的なデジタルデトックスの実践を提案しています。例えば1日のうち特定の時間帯はスマートフォンの電源を切る、週末は意図的にインターネットから離れるなどの実践法が紹介されています。これらの方法は単に疲労回復だけでなく、創造性の向上や人間関係の改善にも効果があるとされています。また本書では疲労と睡眠の関係についても深く掘り下げています。特に注目すべきは睡眠の質に関する最新の研究成果です。従来睡眠時間の長さが重要視されてきましたが、最近の研究では睡眠の質、特に深睡眠の重要性が指摘されています。深睡眠は脳の疲労回復において極めて重要な役割を果たします。この時期に脳内に蓄積された老廃物が除去され、記憶の整理や固定化が行われるのです。本書では深睡眠を増やすための具体的な方法が紹介されています。例えば就寝前のルーティンの確立、寝室の環境整備、食事のタイミングの調整などです。特に興味深いのは睡眠と食事の関係についての指摘です。私たちの体内にはサーカディアンリズムと呼ばれる体内時計が存在します。このリズムは光や食事のタイミングによって調整されます。本書では夜遅い食事が睡眠の質を低下させ、結果として疲労回復を妨げることを指摘しています。さらに
本書では運動と疲労の関係についても新しい視点を提供しています。従来運動は疲労の原因と考えられがちでしたが、適切な運動は実は疲労回復に大きな効果があるのです。特に注目すべきは有酸素運動と無酸素運動のバランスについての指摘です。有酸素運動は心肺機能を向上させ、全身の血液循環を促進します。これにより体内に蓄積された疲労物質の排出が促進されます。一方無酸素運動は筋力を向上させ基礎代謝を上げる効果があります。本書ではこれら2つのタイプの運動をバランスよく組み合わせることで最大の疲労回復効果が得られると説明しています。具体的には週に3、4回30分程度の有酸素運動、ウォーキング、ジョギング、水泳などと週に2、3回20分程度の無酸素運動、筋力トレーニングを組み合わせるのが理想的だとしています。これはアメリカスポーツ医学会が推奨する運動量とも一致しており、科学的根拠に基づいた提案と言えるでしょう。本書の特筆すべき点として、ストレス管理と疲労回復の関連性についての詳細な解説があります。現代社会においてストレスは避けられないものです。しかしストレスそのものが問題なのではなく、ストレスへの対処の仕方が重要だという指摘は非常に示唆に富んでいます。ここで紹介されているのがレジリエンスという概念です。レジリエンスとは困難な状況に直面してもそれを乗り越え適応する能力のことを指します。本書ではこのレジリエンスを高めることがストレスに強い体質を作り、結果として慢性的な疲労を防ぐことにつながると説明しています。レジリエンスを高める方法として、本書では以下のような具体的な実践法を提案しています。まずマインドフルネス瞑想の実践です。マインドフルネスとは今この瞬間の体験に意図的に注意を向け、評価せずにただ観察する心の持ち方のことです。定期的なマインドフルネス瞑想の実践はストレス反応を和らげ、感情のコントロール能力を高めることが科学的に証明されています。次に感謝の習慣化です。毎日感謝できることを3つ書き出す習慣をつけることで、ポジティブな思考パターンが形成され、ストレスへの耐性が高まるとされています。これはポジティブ心理学の分野で注目されている実践法の一つです。さらに社会的つながりの重要性も強調されています。良好な人間関係を築き維持することがストレス耐性を高め、疲労回復を促進するという研究結果が紹介されています。特に困難な状況に直面した際に頼れる人間関係を持つことの重要性が指摘されています。本書ではこれらの実践法を日常生活に取り入れるための具体的なアドバイスも提供されています。例えばマインドフルネス瞑想を始めるための初心者向けガイドや、感謝日記のつけ方、社会的つながりを深めるためのコミュニケーションスキルの向上法などが詳しく解説されています。また本書では栄養学的アプローチからの疲労回復法についても詳しく触れられています。特に注目すべきは抗酸化物質の重要性についての指摘です。私たちの体内では日々の活動によって活性酸素が生成されます。活性酸素は過剰に蓄積すると細胞を傷つけ疲労の原因となります。抗酸化物質はこの活性酸素を中和する働きがあります。本書では抗酸化物質を多く含む食品とその効果的な摂取方法が紹介されています。例えばビタミン C、ビタミン E、ベータカロテンなどが豊富に含まれる食品のリストや、これらの栄養素を効率的に摂取するための調理法などが詳しく解説されています。特に興味深いのは食事のタイミングと疲労回復の関係についての指摘です。本書では時間栄養学という新しい概念が紹介されています。これは同じ食事でも摂取するタイミングによって体内での代謝や吸収が異なるという考え方です。例えばタンパク質は就寝前に摂取するよりも運動後に摂取する方が筋肉の回復と成長に効果的だとされています。また炭水化け物は朝食で多めに摂取し、夕食では控えめにすることで体内時計の調整と良質な睡眠の促進につながるという研究結果が紹介されています。本書ではこれらの知見を日常生活に取り入れるための具体的なメニュー例や
食事プランニングの方法なども提供されています。これにより、読者は科学的根拠に基づいた食生活の改善を無理なく実践することができるでしょう。さらに、本書では環境要因が疲労に与える影響についても詳しく解説されています。特に注目すべきは、光環境の重要性についての指摘です。私たちの体内時計は、主に光によって調整されています。適切な光環境は、良質な睡眠を促進し、日中の活動性を高めることで、疲労回復に大きく貢献します。本書では、光環境を整えるための具体的な方法が紹介されています。例えば、朝は明るい光を浴びることで体内時計をリセットし、夜は青色光を避けることで睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を促進するといった実践法です。また、オフィスや自宅の照明を工夫することで、1日を通じて適切な光環境を維持する方法なども詳しく解説されています。これらの知見は、単に個人の健康管理にとどまらず、オフィスデザインや都市計画にも応用可能な重要な視点を提供しています。例えば、オフィスの照明設計を見直すことで、従業員の生産性向上や疲労軽減につながる可能性があります。また、都市の街路灯のデザインを工夫することで、市民の睡眠の質を向上させ、ひいては公衆衛生の改善にもつながるかもしれません。本書の特筆すべき点として、疲労回復と創造性の関係についての考察があります。一見すると無関係に思えるこの2つの要素ですが、実は密接に関連しているのです。創造性研究の第一人者であるミハイ・チクセント・ミハイ博士のフロー理論を引用しながら、本書では適度な休息と集中のバランスが創造性を高めることを指摘しています。フロー状態とは、ある活動に完全に没頭し、時間の感覚さえ忘れてしまうような最適な心理状態を指します。本書によると、適切な疲労回復法を実践することで、このフロー状態に入りやすくなるとされています。具体的には、定期的な小休憩の挿入、適度な運動、10分な睡眠などが、創造性を高める上で重要だと説明されています。さらに、本書では疲労回復と学習効率の関係についても言及されています。近年の神経科学の研究成果を引用しながら、適切な休息が学習の定着に重要な役割を果たしていることが解説されています。特に注目すべきは、スペース効果と呼ばれる現象についての説明です。これは、学習セッションの間に適切な間隔を置くことで、学習効果が高まるという現象です。本書では、この知見を日常生活に応用する方法として、ポモドーロテクニックの活用が提案されています。ポモドーロテクニックとは、25分の集中作業と5分の休憩を1セットとし、これを繰り返す時間管理法です。本書では、このテクニックを疲労回復と学習効率の両面から評価し、その効果的な実践方法が詳しく解説されています。また、本書では疲労回復と免疫系の関係についても深く掘り下げています。最新の免疫学の知見をもとに、慢性的な疲労が免疫機能を低下させ、逆に適切な疲労回復が免疫力を高めることが説明されています。特に興味深いのは、睡眠と免疫系の関係についての解説です。深睡眠中に分泌されるある種のサイトカインが、免疫細胞の活性化に重要な役割を果たしていることが紹介されています。このことから、質の高い睡眠を確保することが、単に疲労回復だけでなく、病気の予防にもつながるという新たな視点が提示されています。本書では、これらの知見を踏まえた上で、免疫力を高めるための具体的な生活習慣の改善法が提案されています。例えば、規則正しい睡眠サイクルの確立、ストレス管理、適度な運動、バランスの取れた食事などが、免疫力向上の観点から詳しく解説されています。さらに、本書では疲労回復と脳の可塑性の関係についても言及されています。脳の可塑性とは、脳が新しい経験や学習に応じて構造的、機能的に変化する能力のことを指します。最新の神経科学研究によると、適切な休息と疲労回復が、この脳の可塑性を促進する重要な要因であることが分かってきました。本書では、この知見を日常生活に応用するための具体的な方法が提案されています。例えば、
新しいスキルの習得や創造的な問題解決に取り組む際には、集中的な学習セッションと適切な休息を組み合わせることが効果的だとされています。また、定期的な運動や10分な睡眠が脳の可塑性を高め、認知機能の向上につながることも指摘されています。特に興味深いのは、ニューロプラスティシティエクササイズと呼ばれる一連の活動についての解説です。これは、脳の可塑性を積極的に促進するために設計された特殊な運動や認知課題のことを指します。本書では、これらのエクササイズの具体例や、日常生活への取り入れ方が詳しく説明されています。また、本書では疲労回復と心理的ウェルビーイングの関係についても深く掘り下げています。ポジティブ心理学の最新の研究成果を引用しながら、適切な疲労回復が心理的健康にも大きな影響を与えることが説明されています。特に注目すべきは、エウダイモニアという概念についての解説です。エウダイモニアとは、単なる快楽的な幸福ではなく、人生の意味や目的を感じ、自己実現に向かって成長していくような深い充実感を指します。本書では、適切な疲労回復がこのエウダイモニアの達成に重要な役割を果たすことが指摘されています。具体的には、10分な休息と適度な挑戦のバランスをとることで、自己効力感や自尊心が高まり、結果としてエウダイモニアの達成につながるという説明がなされています。また、疲労回復の過程で自己精察の時間を設けることの重要性も強調されています。本書では、これらの知見を日常生活に取り入れるための実践的なアドバイスも提供されています。例えば、毎日の振り返りの習慣化や、定期的な自己評価の実施、長期的な目標設定とその見直しなど、心理的ウェルビーイングを高めるための具体的な方法が詳しく解説されています。さらに、本書では疲労回復と社会的関係性の重要性についても言及されています。人間は社会的な動物であり、良好な人間関係は心身の健康に大きな影響を与えます。本書では、適切な疲労回復が対人関係の質を向上させ、逆に良好な人間関係が疲労回復を促進するという相互作用について詳しく解説されています。特に興味深いのは、社会的サポートの重要性についての指摘です。困難な状況に直面した際に頼れる人間関係を持つことが、ストレス耐性を高め、疲労回復を促進することが科学的に証明されています。本書では、このような社会的サポートを構築し、維持するための具体的な方法が提案されています。例えば、定期的な社交の機会を設けること、積極的な傾聴スキルを身につけること、感謝の気持ちを表現する習慣をつけることなど、人間関係を深めるための実践的なアドバイスが提供されています。また、オンラインコミュニティの活用法など、現代社会に即した社会的つながりの構築方法についても言及されています。本書の最後の部分では、これまでに紹介された様々な疲労回復法を、どのように日常生活に統合していくかについての総合的なアドバイスが提供されています。ここでは、個人の生活リズムや環境に合わせて、最適な疲労回復プランを作成するためのステップバイステップのガイドが示されています。また、長期的な視点から見た疲労回復の重要性についても言及されています。適切な疲労回復は、単に日々の生産性を上げるだけでなく、長期的な健康維持や人生の質の向上にも大きく貢献します。本書では、このような長期的な視点を持つことの重要性が強調されています。総じて、本書は疲労回復に関する最新の科学的知見を、わかりやすく、かつ実践的な形で提供しています。読者は、この本を通じて疲労回復に関する深い理解を得るだけでなく、自分自身の生活に即した具体的な改善策を見出すことができるでしょう。現代社会において避けられない疲労の問題に対して、本書は科学的かつ人間的なアプローチを提供しており、多くの人々の生活の質を向上させる可能性を秘めています。以上、本日の講義では、疲労回復の専門医が選ぶ健康本ベストセラー100冊、すごい回復を1冊にまとめた本を通じて、現代社会における疲労の問題とその解決策について深く掘り下げてきました。この本の内容は、単なる健康指南にとどまらず、私たちの生活全体を見直す契機を与えてくれるものです。例えば、
疲労回復と創造性の関係について考えてみましょう。適切な休息が実は新しいアイデアを生み出す源泉になるという点は特に興味深いものでした。ここで私の個人的な経験を少し共有させていただきます。以前ある難しい研究課題に行き詰まっていた時のことです。毎日遅くまで研究室にこもって必死に考えていましたが、なかなか突破口が見つかりませんでした。ある日思い切って1週間の休暇を取り山登りに出かけたのです。その山頂で見た雄大な景色は私の心を癒すと同時に新しい発想をもたらしてくれました。山の稜線の形が私の研究データのグラフと重なって見えたのです。この偶然の一致が問題解決の糸口となりました。休息によってリフレッシュした脳が普段は気づかない関連性を見出したのだと思います。この経験は本書で述べられている創造的休息の重要性を裏付けるものだと感じています。私たちは往々にして問題に直面すると必死になって取り組みがちです。しかし時には意識的に距離を置き異なる環境に身を置くことで新しい視点が得られることがあるのです。また本書で紹介されているマインドフルネスの実践も私の日常に大きな変化をもたらしました。以前は常に次の予定や締め切りのことを考えていて目の前のことに集中できないことがよくありました。しかしマインドフルネスを実践し始めてからは今この瞬間に意識を向けることができるようになりました。例えば食事の時間、以前は食べながらスマートフォンをチェックしたり次の仕事のことを考えたりしていました。しかし今は食べ物の味や香り、食感に意識を向けゆっくりと味わうようにしています。これにより食事の時間が単なる栄養補給の時間ではなく心身をリフレッシュする貴重な機会となりました。さらに本書で強調されている社会的つながりの重要性も私自身の経験から強く共感できる部分です。研究者として時として孤独な作業に没頭することがあります。しかし同僚との何気ない会話や家族との団らんの時間が実は大きな活力源になっていることに気づきました。特に印象的だったのは研究室の若手研究者たちとのディスカッションです。彼らの新鮮な視点や時には素朴な質問が私の固定観念を打ち破り新たな研究アイデアを生み出すきっかけとなることがあります。これは本書で述べられている多様性がもたらす創造性という概念を実感させる出来事でした。本書の内容は私たち研究者の世界にも大いに当てはまります。長時間の実験や締め切りに追われる論文執筆などストレスの多い環境で働くことが多い私たちにとって適切な疲労回復は極めて重要です。しかし往々にして忙しさや努力を美徳とする風潮があり休息の重要性が軽視されがちです。この本はそうした考え方を根本から見直す機会を与えてくれます。適切な休息が実は生産性や創造性を高め長期的には研究の質を向上させることにつながるのです。これは個人の健康維持だけでなく学術界全体の発展にも寄与する重要な視点だと考えています。また本書で紹介されている時間栄養学の概念は私たちの研究スケジュールを考える上でも非常に有用です。例えば集中力を要する実験や論文執筆は体内時計のリズムに合わせて行うことでより効率的に進められる可能性があります。これは研究者の皆さんにぜひ試していただきたい方法の一つです。さらに本書で触れられている環境要因の重要性も研究環境の設計に活かせる点が多々あります。適切な照明や温度管理、さらには自然を感じられる空間作りなどこれらの要素を意識的に取り入れることでより快適で生産性の高い研究環境を作り出すことができるでしょう。本日の講義を通じて皆さんには疲労というものを単に克服すべき障害としてではなく自己理解と成長の機会として捉え直していただきたいと思います。適切な疲労回復は単に体調を整えるだけでなく私たちの創造性を解放し人生の質を向上させる鍵となるのです。この本の内容をぜひ皆さん自身の生活に取り入れてみてください。そしてその経験を周りの人々と共有し議論を深めていってほしいと思います。私たち一人一人が
自分自身のすごい回復の方法を見つけ出すことで、より健康で創造的な社会を作り上げていけるはずです。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。なぜなら、美容と健康は個人によって大きく異なり、一般的な知識だけでは十分な効果を得ることが難しいからです。また専門家のサポートがあることで、より安全で効果的なアプローチが可能となり、目標達成への道のりが明確になります。そこでおすすめしたいのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。ライザップは単なるダイエットジムではなく、総合的な美容と健康管理のサービスを提供しています。その特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングにあります。これにより一人一人のニーズや目標に合わせたきめ細かなサポートを受けることができます。ライザップの最大の魅力は、結果にコミットという姿勢です。これは単なるキャッチフレーズではなく、実際に結果を出すための徹底したプログラムが用意されています。専属トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのが特徴です。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体づくりにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして、30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて、総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣は、このような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって、 52kg 減量、38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中で、そのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって、非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。